はい、これが僕の部屋です。結構ブログとかいろんなところで部屋が汚いということを言ってますけど、実際はそんな汚くないと思ってる方が多いので、ちょっとちらっとこう部屋を見せますけど、こんな感じで、すごいですよ。ここでいつもこんな感じでパソコンやってます。よいしょ。まあ、ここだけの座るスペースがこんな感じで確保はされて、ずっとここで一日中ネットや、まあ、ミクシーとかそういうのやってるわけですね。ガーッとこう荷物がもう天井ぐらい、天井まで積み上がって、この山になってるこの辺の服は普段自分で着るようですね。こうこっからがすごいですよ。もうこれも天井まで、もうこの向こうはですね、あのタンスが本当あるんですけど、タンスは引き出しもちろん開けられません。でこっちもこんな感じで天井高くまでちょっと荷物が積み上がってます。昔はこの辺にテレビが、こんな荷物なかったですけど、この辺にテレビがあった時はここで、まあ、この辺ですね、この辺にテレビがあった時はゲームもできたんですけど、今はもうテレビすらないという感じです。で問題はこっからどこで寝てるんかっていう話ですけども、これがですね、布団、まあベッドに行くまでは、これちょっとカメラでは分かりにくいんですけど、これここまで段差ありますからね、この辺はこういうゴミ袋をこんな感じで、まあ登ってですね、そしてこのここがベッドでいつもここで寝てるわけですけど、ここまでたどり着くわけです。夜はこれ電気消した状態でこのあのベッドまでですね、あの行くのはなかなかあの大変です。でちなみに、まあ、ベッドから寝てる感じの光景はですね、こんな感じで天井まで積み上がったゴミ袋、そしてもう向こうが見えないですからね、まあ、これでもまだあの綺麗に積んでる方です。たまにこれが雪崩状態になって完全に向こうにが見えなくなりますから、まあ、こんな感じでまだ見えるだけちょっと綺麗な方ですね。でぐっとこうこれもですね、歩くのを気をつけないと崩れますからね、部屋で怪我してもしょうがないんで。でもいいですよ、これ結構この目線がですね、もう こんだけあの高い位置にありますから、なかなかありえないですよね。普段この普通の部屋だとこんだけ背が高い人いませんけど、こんな感じで荷物の上に乗って歩いてるので眺めはいいです。まあこんな感じでですね、普段僕が一日、まあ何にもすることなくこもってる部屋が
こんな感じでした。まあいかにもニート無職の部屋って感じですよね。まあ想像以上だったと思いますけど、まあドン引きしないで見ていただけたらと思います。